が、まあ、何を一番表現したいのかっていうことなんですが、まあ、力学的にそれがあるままにあるっていう存在を荒らしめたいっていう欲求が一番強いです。僕は発泡したガラスっていうのを素材にして作ってるんですが、まあ、それをこう一回焼いて膨らました時点でここって思った時に釜を急冷させて、無理やり冷ますことでその塊が維持されます。まあ、塊の中には多孔質な、まあ、空気含んだ構造がいっぱいあって、でそこにはすごい強いテンションがかかってるんですね。僕はもう一度それを釜に入れて、さらに加熱をして、やることでそのテンションを解放してあげる。でその解放していく過程でそのガラスの発泡したガラスがしぼんだりこうへたったり割れたりしていくんですけれども、その間でここっていう瞬間があるんですね。でそれをこううまく捕まえた時っていうのがその多孔質な物体が持っていたもの本来の構造が一番表に出ている状態なんだと思ってそれを捕まえようとしています。青い作品のストラクチャルブルーについてなんですけれども、僕は主に何とかコンポジションとか白い発泡ガラスの作品ばっかりを作っていたんですけども、だんだんその僕自身が当初もその意識してなかった白っていう色にものすごく理由をこう求めるようになってしまったというか、そういうところにふと気づいた時にそもそもそういうことじゃなかったんじゃないのっていうふうに思ったんですね。ちょうどその時にその以前に色付けとしてガラスに酸化銅を混ぜて焼いてみたものが転がっていて、発泡剤としての酸化銅を混ぜて焼いてみました。でそしたらその白いものの時に比べて圧倒的にこの柔らかい動きでガラスがこう動く、膨らんだりしぼんだりっていうことが分かって、でその動きそのものの痕跡が構造として残る。で加えてちょうどそれは両手で水をこうすくった時に水がこう指の間から滴り落ちていって、最後また自分の棚心の形が目の前に残るっていう、そういうような感覚を味わって、器物器っていうのはここら辺が始まりだったのかもしれないなっていうふうに思えて、なんかそれが嬉しかったんですよね。それをちゃんとやってみようということで始めました。